楽してできれば痩せたいな。そう思ってませんか？ズバリ、呼吸が関係しています。運動が苦手な人の多くは、呼吸が浅いんです。そして、猫背になっているため、深い呼吸ができないため、筋肉に送られる酸素が少しになり、早く体が疲れてしまうんです。そしてカロリーを使うのは呼吸です。しっかり呼吸をする体ができれば、1日のカロリー消費が上がり、自然と痩せる体が作れてきます。そして、たくさん空気を取り込むことができるため、運動が苦手な人でも、体を動かす体力がすごくつくんです。今回、座ったままで、しっかり呼吸を入れる体、作って、痩せやすい体、作りましょう。スマホを見ながらやっていきましょう。まずは楽に座った状態で、肩を前後に振ってください。上半身に力を抜いていきます。もうメニューが分かったらね、スマホ見なくてやってもいいです。まずは上半身の力をリラックスしましょう。オッケー。今度は上を向いたままで口をあうあうって動かしましょう。首の筋肉が硬くなるとストレートネックになってしまって背中も丸くなって呼吸が浅くなりますから、まずはね、首、肩、背中、そういう感じで体をね、元にリセットしましょう。今度は右手で左の肩を下に押さえて首を左右に回しましょう。首背中がね、むちゃくちゃ痛い。あ、これは痛い。ゆっくりでいいですからね。左の肩ね、ちょっと痛めてるんでむちゃくちゃ痛い。これもやばい。でもね、リラックスしてやってください。 OK、 よっしゃ、反対も一緒です。左手右の肩を押さえてそれを回しましょう。いやー、痛すぎて左のね、もう肩は脇の方からなんか痛くて、ちょっとね、首がうまく回せられないんですが、みんなはね、同じマイペースがいいですからね。OK、 じゃあ今度肩をね、ぐーっと上げたらストーンと落としましょう。あんまり首が前に出ない方がいいです。上げて、腕もね、一緒に上げてもいいですよ。いっぱい酸素をね、取り込める体作りましょう。OK、 じゃあ今度ね、手をねブラブラーっと振りましょう。腕の力をしっかり抜いてね、こう手振るだけでもね、肩甲骨とかね動かしてますし、腰の筋肉もね、お腹の筋肉も伸ばしてるんでね、体がねすごい上に引っ張れてきますから。目が回る人はね、顔正面向けたものがいいですよ。よし、OK。今度は首を横向いたままで首をさすってください。斜め上を向いておく感じでね、首をさすってください。よく痛い時ってね、こうさすったりした経験ありますよね。ぶつけたりとかして。伸ばしてる筋肉さすることでね、リラックスできるんで、そこの筋肉しっかりね、伸ばせられますからね。軽くさすりながら手を置いとくだけでもね、結構楽に伸びるんで、反対も一緒です。横向いたら首さすりましょう。さするだけでもね、リンパの血流良くなりますから、さすったり揉んだりね、筋肉が緩むだけでもね、結構良くなりますからね。伸ばしながら伸ばしてる筋肉をね、まあ、さする。今度はね、肩を後ろに大きく回していきましょう。大きく首、肩、背中をね、ゴリ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 って後ろに回す感じで、あんまり肩がね、上手に回らない場合、肩甲骨がね、あんまり動かしてない証拠なので、肩をね、後ろに回してください。今度はね、手を抱えてふーっと引っ張りましょう。このままキープ。痛いんでね、たまに戻してください。戻しながら慣れてきたらね、体も一緒に横に引っ張ってください。背中をしっかりね、肩甲骨から突き出す感じで、さあ反対も一緒です。だいぶ軽くなった気しませんか？徐々にね、軽くなりますからね。しゃあ肩を前に突き出す感じで、腰を伸ばしてください。しゃあ、よっしゃ。今度手を重ねて遠くに伸ばして休む。一気に遠くに伸ばす。もう全身、上半身のね、あらゆる筋肉がね、もう伸びてってますからね。今度はね、しっかり脇を締める。お腹を押さえながら脇締める。背筋を垂らして脇締めたら緩める。オッケー。一緒にこのね、上半身全部ブラブラしましょう。楽にね、楽にどんな動きでもいいです。とにかくね、体くねくねさせながら力を抜いてください。おすすめはね、これ脇締めながら肩の上げ下げ、体をね、左右に揺らすと、まあ、リラックスねしますんで、OK。 最後ね、スマホ持って上向いてみましょう。これでね、体を揺らしてください。足とね、首と腰をね、ゆらゆらしてください。楽にね、呼吸を戻す感じでね、リラックスしてください。たまに万歳してもいいですよ。呼吸を大きく吸ってOK。 自分一人じゃなかなか頑張りきれないよって方は、説明欄にありますオンラインレッスンにぜひ参加してください。月額1500円です。週1回なので、1回のレッスンが300円程度です。顔出しなしでも参加できますので、1ヶ月だけでもお試しで入ってもらえたら、リアルな私とオンラインレッスンができますので、楽しみにしていてください。